ドゥマイはインドネシアのスマトラ島のリアウ州の都市。面積は2039.35平方キロメートル。人口は293,355人。リアウ州で2番目に大きい、ピナンカンパイ空港がある。ドゥマイは交通、商業の拠点で、特にマレーシアとの関係が深い。ドゥマイでは石油とヤシ油が取れる。 プカンバルから1 8 8トルの位置にある。ドゥマイはかつてはリアウ州の小さい村に過ぎなかった。ベングカリス軍に属した。1999年4月20日、ドゥマイは市政施行された。2000年から2005年にかけてドゥマイは計画通り経済を発展させた。特に農業、貿易、建築を中心とする。経済発展に伴い職が増え社会保障も、 改善した。稲作、畑作、野菜、バナナ、パイナップル、ドリアン、マンゴー、ランブータン、ヤシ、牛、ヤギ、アヒル、鳥、ナマズ、コイが栽培、飼育、採取できる。郊外では道路整備が追いついていない。タクシー、バス、オプレット、バジャジュ、オジェクがある。ドゥマイは長距離バスで、釣り、パダン、メダン、ジャンビ、 プカンバルを中心にリアウ州やスマトラ島の都市と結ばれている。ドゥマイ港はリアウ州の主要港である。ピナンカンパイ空港はプカンバル、メダン、バタム島のインドネシアの都市と繋がっている。ありがとうございます。